明東京妄想局。皆さんこんばんは、深澤みどりです。こんばんは、明です。さあ、なんでぷっくりしてんの。もうこう挨拶したら客席から笑う。なんでしょうがないよ。しょうがないの。今日なんかいつもに増してこうなめこっぽいからね。なめこっぽいから舐められてんのか、人間様から。そうそうそう。引っこ抜くぞこの野郎と思われてる。さあ、はい、今月も始まりました、東京妄想局ですけれども、はい、はい、この番組はですね、生放送でございます。ニコニコチャンネル、ユーストリームにも流れていて、世界中に放送されています。はい、ニコニコチャンネルへの書き込みも待っています。待ってます。待ってます。待ってます。これワンテンポ遅いんだよね。ワンテンポ遅いのね、ニコニコね。そうね、うん、そして俺ニコニコ動画だとめっちゃ黒くない色。ほんとだ、黒だ。見えない。めっちゃ黒くない。アキラちゃんが見えない。別にどこにも行ってないんだけどね。真っ黒やん。いや、はい、かわいそう、うん、どう最近。はい、最近聞きたい。知ってるよ、もうブログで見てっからさ。知ってるんだよね、お互いの生活を。そう、めいっ子と遊んでたんでしょ。めいっ子がもうね、ぶっさいくてね、かわいい。前髪変だよね。そう、この子のめいっ子、こうレムみたいになってるのかって。あれなんでなの、そういうカットをしちゃったの。いや、もう生えてこなくって、すごい育ち悪くて、育ち悪いっていうか遅くて、すべてがね、なんか捕まり立ちもやっと最近ね、もうすぐ7月で1ヶ月なんだっけ、1ヶ月1歳ね、1歳なんだけど。そう、遅くって、まあいいんだけど、それはなんかあの髪型にね、自然となっちゃう。あれが精一杯なの。精一杯の、ね、あれ精一杯の髪型セットなの、あれが。あの、何が気になったって、ほんとね、髪型だった ね、衝撃的だった。可愛いでしょ、ブスでしょ。可愛いな、子供ってな、うん、子供ってブサイクでも可愛いよね。そう、何なんだろうね、あれ、ね、パグとかと同じだよね。そうそうそう、なんかこう潰れてても可愛いじゃん、うん、あいつら。なんかね、あのエキゾチックっていう種類の猫にそっくりなの、ね、エキゾチック、ほら、きなこ、きなこの種類。なんかこういうやつでしょ、顔潰れてるやつ。そう、わかると思うんだけど、なんかね、顔がね、ハーンってやった顔してる。ハーンべっちゃっ。あれにそっくりなの、かわいいの。いいよね。うん、あきらちゃんは何してました。何してた、俺何してたか知ってる人。みんな知ってるはず。何してたんだろう。何もしてなかったかな。なんか仕事してたよね、毎日ね。うん、なんかあった、撮影。そう、大阪行って、うん、バンタンの子たちに今度デザインしてもらうのよ、バンドの服。へえ。なんかそれのプレゼン大会みたいなのやって。あ、すごいね。そう、それでこの子の服がいいですっつって、今もう打ち合わせしながら、うん、夏に向けて衣装作ってもらってるの。あ、そうなんだ。そうだね、ツアーもあるしね。ツアーもあるしね。移動がね。移動が ね、車やさね。うん、車移動なの。車移動、俺今年も新幹線のつもりだったんだけどさ、うん、みんなに反対されちゃってさ、去年それでいくら赤字出したと思ってるんですかって怒られちゃった。自費で別移動とかにしなかったのね、バンド費で出したのね。うんうん、各自30万ぐらいずつ用意しといて、ツアーもあるからっつって、メンバーにこうバイトさせて、うん、まあ、儲かった分ちゃんとこう返すから、返すからって言ってたら、帰る分がなくて。多分一人30万ぐらいの赤字を背負った去年のツアーね。そうなんだ。じゃあみんな今回のツアーではグッズを買ってあげてくださいっていう。そうだね、まだ作ってないんだけどね、今年のグッズ。なんだろう、あの、作ってほしいもの。分かった、ミドチンの写真とか売るから、それ買って、うん、こう。え、あ、本、本、あれ、なんか、じゃあ、あ、そうだね、あれ、なんかミドチン特別な仕様にして、俺それ物販で売るから。じゃあ、私が書いてアキラちゃんのサイン入れて。まだ甘い、プラスこう水着のチェキとかこう入れとけば3倍ぐらいの値段で売れるかもしれない。それさ、ディスアコードファンはどう思うわけ。いや、ミドチンだな。だってディスアコードの公式マスコットでしょ。初めて知ったよ。これ毎年ワンマンも出ていらっしゃるし、うん、そうだね。あ、今年もね、今年もね、出ますって言いなさいってね、スタッフが言ってた。出ます、はい。今年出るの。アキラちゃんが最初言ったんじゃん。出てくれんの。先の話だけど空いてるって聞いてきたじゃん、うん、冬ぐらい。そうそうそう、うん、基本的にナーナーだからさ、うん、今年も出るそうです。今決定しました、イエーイ。まあ今年も歌うのか何をやるのか
キノコダンスをするのか。キノコ、あ、かぶり物したいな。誰かナメコのかぶり物作ってください。誰か作ってきてくれ。それか俺が手作りで作る。もうね、これ以上仕事しちゃダメだから。大丈夫、新聞紙と段ボールで作るかわいそう私。、はい、あ、そうだ、うん、ファッションチェックだ。あ、そうだそうだそうだ。そう、今日はちょっとあの姪っ子と兄嫁の、あ、兄と兄嫁の家から来たので、ちょっとロリータは置いといてって感じで、今日はですね、私とページボーイがコラボしたオリジナルワンピースでございます。宣伝ですか。いや、でもこの色もうね、売れちゃって売れちゃって。いいですね。そう、今日ね、着てきてくれた子が、あ、いや、いたいたいた、羽織ってるからね。ね、同じ色？うん、違う色。これはね、ベージュピンクで、着てもらってるのはきなり2色。2色、うん、きなりね。そう、で、またコラボするかもね、コラボするかもね。うん、そんな感じです。靴は、リルリリーのなんだっけこれ、なんとかもどき、こういう靴なんて言うんだっけ。なんとかもどきだね。なんだっけ、いいや。すいません、なんか毒もやってんのにこういうのの名前出てこなくて。大丈夫、俺なんか色の名前もよく分かってないから。そうだね。よし、はい、はい、私は以上で、あきらちゃん、はい、今日めちゃめちゃカジュアルです、うん、あ、ラバソだって。え、それラバソなの。ラバソもどき、先尖ってね。あ、うん、まあいいや、オッケーオッケー。いい。はい、ミダスのパンツにセックスポットの T シャツにセックスポットのなんかめっちゃついてんね。本当だね。洗濯カスかな。香りです。で、島村のタンクトップです。以上。今日はカジュアルです。うん、カジュアルだね、二人とも。ミダス。やる気がないわけじゃないんだよ。何？うん、ミダス好きだよね。ミダスね、ミダスって知ってる？ね、通販でケラの通販ページ時々載ってるよね。そう、発見したこれね、ボーイズのメーカーなんですよね。あ、メンズのブランドなんだって。そうなの？だがしかし確実にパンツのサイズがレディースなんだよね。うんうんうん。通販とかで履いても俺がパツパツの時あるからね。ねえ、うきつってなってる時あるし、ここわかる？男子には必要なここの部分がめっちゃ浅かったりする。じゃあもうちょっと出して着ろってことなんじゃない？あ、そう。嘘でしょ。それないでしょ。ダメか。もうそれがもうなんかさ、ぶっ飛んでるじゃん最近のさ、あの。俺そんなぶっ飛んだ人見たこと。違う、あの雑誌だよ、メンズナックルみたいなさ。この街の女は全て抱いたみたいな。何それ。あれ知ってる？そういうなんかセリフとともにポーズでこうやって乗ってんので、絶対抱いてそうにない外見の人がこうやって乗ってんの。でも俺この間美容院で初めてメンズスパイダー見たの。うん、メンスパだ。あれすごいね、ポエムみたいになってる。そう、それ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 。ポエムポエムと思ったけど、うん、バイブルもポエム乗ってるよね。それがね、あのね、多分ね、同じ人なんだよね。あ、そうなの。多分、ジラの知ってる人。知ってる人だった。知ってる人だった。うん、った。あー、ポエムと思ったらその人だった。いいね、ポエム、うん。ポエム載ってるんだっけ？ポエムは、あんまり載ってない。あんまり載ってない。じゃあ次作るとき俺にポエム考えさせて。え、ミドチンの写真に一生懸命ポエム書くから。だって、うふんうふんうふんって書かないでしょ。だってカッコで深夜とか書く。それで行こう。うん、さあ、深夜っていうのはなめこのつぶやき。夜中になると絶対うふんうふん、深い夜の深夜ね。人じゃなくて。そうそう。はい、じゃあここで CM 行っちゃっていいですか。はいはい、ここで CM です。Woo!
ということで、毎回毎回スゴロクをやって出た目の質問に答えていくという感じなんですけれども、うん、その前に髪の毛あります。はい、結んでます。あきらちゃんは、はい、結んでます。はい、何か問題でも、そう、ニコニコで質問が、アミノ様ウィッグ、ウィッグです。はい、こんなのみんな髪の毛すごい気になるね。ねえ、あきらちゃんが被りたいと言ってたのでね、後で被って写メあげときます。あ、後で被る。来週はね、ちょっとね、あ、そうね、来週はみどちんがコーディネートした服を、来月ね、来月来月はみどちんがコーディネートした服を俺が着て、うん、俺が着てほしい服をみどちんに着せるっていうね。そっち嫌だなセクシー系にしちゃうよほらもう私なんかね、カジュアル系が着たいんだって。こういうのが着たいんだって。こういうの着てみたい。絶対笑えるおい、あの笑えない感じに似合いそうなの持ってくんだよ。あの可愛い TV のあれはちょっと面白かったから。あのヤンママ、え、ヤンママ、ヤンママヤンママ、ママセレブ的な感じです。ヤンママあれヤンキーだったちょっとヤンキーだったあれ。そうでしょ、俺あれ見て、あ、ママなれんなと思ったママね、誰でもね、なれる本当に、どこ見たらからじゃないからじゃあスゴロクやっちゃう。うん、最初はグッ、じゃあ、けっぱい、アイコでしょ大丈夫結構痛かった、痛かった。あ、落ちた、え、なんで覚えてる、覚えてる。そっか、ウィッグだから感覚がなくて大丈夫、それでいいちょ、みんな位置大丈夫ちょっと違う、ちょっと違うらしいよ、帽子の位置ちょっと違うらしいから、いや、後でいいや本当に、うん、もういいのいいの、ファッションチェック終わったから。じゃあいいよ、かわいそうだからみのちんからやっていいよありがとう。じゃあ行きます、スタート。ほんとだ、スタートストップ 3, 3あ1、2、3、10メートル先クマがいました、どうやって逃げる。10メートル先見えなくない。え、10メートルって結構近いよね。あ、ほんと、その後ろぐらいだよね。え、嘘、その一番後ろぐらいじゃないの、10メートルって。あ、ほんと、そんなもんだよね。見えるよ、あのカメラがクマだと思って。どうやって逃げる。あれ、でもなんか目を見ながらゆっくり後ずさるといいんだっけね、ね、そう、私にちゃんとそういう知識は頭に入ってるの。死んだふりはね、名神らしいよ。そう、名神あれね、即刻に来るよあのやつから目をそらしてはいけないの、それが自然の掟だ。なんで、うん、動物ってさ、背を向けた方が負けだから。そうなの、追いかけたくなる習性があるから。目合わせるとさ、攻撃してこない。あ、で、負けたってこと、したって思われた。猫が大体そうなんだよね、目合わせるとすごい勢いで攻撃してくるか、へーシャーってやってくる。へー、なんでだろうね、なんでだろうね。犬は大体お座りするんだけどね、目合うとなんでだろうね、なんでだろうね。うん、犬っぽいからかね。そういうこと、うん、わかんないけど、髪型のせいかな。あ、でも一回餌あげようと思って猫に鰹節持ってったら引っかかれたね、そしたらなんかお腹見たら妊娠してた。あ、そういうイライラ時期があるのね、猫ちゃんにもね、うん、それ以外猫に怒られたことない。怒られるとかそういうのやっぱ猫の方がちょっと上なんだ。なめこより上だ、猫様だから。そう、なめこだからしたらしい、どうしても食菌類だからさ。そうだね、うん、菌類結構すごいけどねどこでもいけるしね、猫にも入るでしょ多分。入る入る内部に。はい、あ、なんだっけ、あれ、あきらちゃんだったら10メートルだけクマがいました、どうやって逃げる。うん、まあ一か八かじゃない。一か八か、え、何、クマの方向にめっちゃ走っていくとか。あ、戦うっていう選択肢はさすがにクマと戦え、素手で戦えるほど俺強くないし。アキラちゃんのパパぐらいかな。そうだね、うちのパパだったら倒すかもしれないそうか、アキラちゃんでも負けるのか、クマは。クマはね、うん、まあ、正直戦ったことないけど ねバリバリ食べられちゃうしね。クマって食べんの、人間。食べるよ、だって別に肉食じゃないでしょあいつら。雑食、雑食、うん、だってジーと一緒か。ジー、ゴキブリ、あ、
ああ、うんうん。G の話はダメ、苦情が来るから。そうなの。今日銀魂の借りた DVD 見たらちょうどさ、巨大 G の話してる。本当やだー、ね、もう。はい。行こう。はい。スタート。ストップ。3、1、2、3。あなたは騎士です。相手が危機一髪の状況です。どんな武器を使って助ける？ What do you mean? 私がじゃあ仲間なの、この相手っていうの。うん、は？私は騎士です。相手が戦ってる相手じゃなくて仲間がってことかな。あー、多分だよね、うん、なんか戦ってる相手助けるほど俺優しくないよ。うん、ねえ、まあ騎士道精神、あ、でも仲間がってことか。そうだね、私がクマにこうは。なんでまだクマに言ってんの？3コマ前のことまだ言ってんの？どう助ける？槍？騎士でしょ。うん、あ、騎士か。刀じゃないの？武士ね。武士と騎士は違うよって苦情書きだよ。どうする？か剣と言って欲しかったのかな。剣だね、うん、剣ね。氷出すからシャーンつって。あー、剣心様ー、剣心様ー。それ、武士だ。騎士って何がいる？え、騎士ジャンヌダルク的なの？うん、何か剣か後ろに弓背負ってたりするかな。弓矢？いやでも俺人使って助けるから。あー、ちょっとあれ、ちょっとあれ。ちょっと剣心様風に指示出して。行きなさい。私のなんだっけ、美しき剣よ。そうね、人を使うかな。そうだね、人を使うが正しい選択肢じゃないかな。騎士道精神？騎士道？騎士道精神って何？あんまり海外の騎士に詳しくないんだよね。今頭の中でドンキホーテが。あれはね、あれはね、ただただそうね、幻想を見ていたおっさんの話。そう、あのおっさんがずっと頭の中で馬でこう駆けずり回ってる。だから全然思い浮かばない。そっか、なんだろう、あれだね、円卓の騎士とかその辺だね。何それ、分かんないよね。アーサー王と、あー、そう、あれだよ、あのイギリスの、なんだろう、アーサー王は知ってるよ。うん、昔なんかこう絵本で読んだことある。ランスロットのお話。何何これ、ランスロットでこれ。もういいや、よし次行こう。みどちん、はい、スタート。ストップ。2 1 2。消費税が上がる前に買っておきたいものは？ってことは大きい買い物の方がいいってことでしょ。家じゃない？家か。私そんなマイホーム願望ないな。え、俺ミドチンがマイホーム買ったところに居座るのが夢なんだけど大丈夫？本当に。私何して稼げばいいのそれ。大丈夫だよ、マイホーム買ったよ。なんでそんな無責任な大丈夫を。マイホーム、なんかミドチンだったら可愛い家建てそうじゃない？なんかムーミンハウスみたいな。あれちょっと縦長だからさ、疲れるじゃん。うん、あ、そうね。そうそう、螺旋階段。横長か。かわいい家か。でもそんないらないかも。私なんか広い家疲れるんだよね、移動に。だって私結局さ、部屋かお手洗いにしか行かないから。どんだけ。本当に家の中ですら動くのが嫌なの。じゃあ家の中にさ、こう全自動のさ、歩く歩道みたいな、こう、うん、あー、そうだね、それあったらいいかもしれない。トイレもワンタッチで。いいね、トイレボタン押せばそこまでシュンって。それ便利だよね。ね、あ、いいな、いいな。まあ、トイレとかしないけどね。
なんでいきなりそんなこと言い始めた。ちょっとキャラ作りしていこうと思って。上がる前に買っておきたいもの、じゃあ家で。家車とかは。車いらない。だって自分の車で事故を起こしたくないもん。ほうそういう感じ。なるべく運転したくないけどね。どうやっても車にね責任が来るじゃん。歩いてたい。でも歩きたくないんですよ、うん、あのもし事故なら。事故ならとかに。そうだから昨日もさ、姪っ子を乗せてアンパンマンミュージアムに行ったからすごいヒヤヒヤしたよね。これで私の不注意でやっちゃったらどうしようと。意外とネガティブなんだね。ネガティブで私よく擦りはするもん。擦りはする。すごいオラオラな運転をするの。だからそこも改めればいいんじゃないの。そう、なんか人がいるときは平気なんだけど駐車場とかでガスってやる。気をつけよう。うん、車にも命があるって。カーズ見た方がいい。カーズそうか。もうなんか傷つけた相手が高級車とかよくある。そうしようとするね。よかった、免許持ってなくて。取りに行こう。取りに行こうと思ったんだけどさ、みんなに反対されるからやめた。そう、うん、ツアーの前に俺取っとくよっつったの、うん、みんなでこう車運転できた方がいいから俺も取っとくよっつって言ったら、うん、いや、アキラ氏は運転しないでくれと。あーそう、メンバーみんなに言われて。で、免許取ったら絶対はしゃいで自分が運転するって言って聞かないでしょって。俺やる俺やるって絶対言うもん。だからとりあえずツアー終わるまでは取らないでくれっていう。あーそうなんだ。お願いをされちゃったからさ。へー、でも結構安全運転だと思うんだよね。ねえ、安全運転だと思うよね。え、違う違う。これでいくつは。これになんかこんなでっかい荷物乗っけて。ジスアコード。何の種。ではなん、 D はなんだろう。出るじゃん。ああ。もっとかっこいい出ある？質でしょやっぱり。で、E。E。ちっちゃい。ちっちゃい。あの偉いの。人弁にあれで D D すすすすすすをすをのすでしょ。すをのすでしょ。悪でしょ。悪でしょ。ここうがもうあのコールのコール。ドはやっぱ怒りかな。怒り。出せ。旗と特攻服で。それで伝わったらインパクトはあるけどね。ね、もうライブハウス前にギャ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 って止めて。何しに来たって感じだよね。東京から来ました。東京から。嘘だ。クルエル、ん？ポールにクルーと書いて東京から来ました。アキラです。いいね。見たい。見たいって。見たいの。うん、これこそオラオラ。だってさ、じゃあ実現してね。じゃあ次アキラちゃん。スタート。スタート。ゴー。うん。終わっちゃった。終わっちゃった。じゃあなんかここかこれ、どっちがいい？ああ。上だね。嘘、下でしょ。え？私これをアキラちゃんの口から聞きたい。竜宮城を去るとき、お姫様になんて言う？だ最近すごいアキラちゃんはキザキャラだから、ケラのイベントに出たときちょっと引いたもん。え、こんなキャラだっけ。女の子がいっぱいいてああいう空間だと口説きたくなるんだよね。そう、本当にね、ホストがテーブルを回ってる。ちょっとホストクラブやろうかなと思うよね。もうなんかテーブルが分かれてて、でそこになんかね、ソファにこんななったもんね俺。そう、挨拶に行くんだけど、そこでもうご指名ありがとうございますって感じでこう入るからね、腕から回すところから。やきもち焼かないの。ごめん、ちょっとみんなに囲まれてすごい調子乗ってさ。いや、みどちんだけだよ愛してるのは。さっきね、本にねサインを書いてくれたわけですよ。俺やっと本もらったの、ミドボン。やっともらったの、出てんのに。うん、出てんのに、ね、出てんのにやっともらったのよ、うん、で、あのサインをね、書いてもらったんだけど、サインだけかと。
うん、他のファンの子と一緒かと、うん、俺にもっとね対する思いはないのかと言ったわけですよ。そしたらですね、愛してるって書いてあって、その言葉はアキラちゃんにしか書いてないよと。本当ですかみんな？愛してるって書いてあっていない？いないいないいない、誰もいないね。そう、今日は気持ちよく寝れるよかったよかった、よかった。じゃあこれ、ああ言ってないじゃん、ん、そうだ、竜宮城を去るときお姫様になんて言う？竜宮城って怖いから俺嫌なんだもん。あの話ね、悪質だよね。悪質だよ、だって俺その後おじいちゃんなんでしょ。かわいすぎる、ボワンって全然決まんないのね、これが。これやろうっていうね先を知ってるからもう何も言いたくない。そうか、それかも玉手箱の中確かめるよ。これ俺のは大丈夫です俺の場合は大丈夫、何もしないです。すごい過去悪いね。そうか、いやこれ以上やっぱり森の中で宇宙人が手を振って近づいてきます、うん、どういう状況だろうこの質問面白いでしょ。うん、ミドチンすごく似合うよその状況どうする、どうするか。でも言葉通じるか分かんないから、とりあえずウェルカムだよってこうしとく。これ宇宙人に通じる行動一つだけ知ってるよ。欲しいちょっとでも爪伸びてたら痛いじゃんここ入ったら。私今なんか荒れてるし、ほら、わかんない、なんか爪の間がさなんかパッカって取れるときない？ある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 。あ、なんなんだろうね。ね、痛い。あ、なんで起こる現象なんだろうね。これでここに宇宙人にこれされたら怒るよでもあれ治癒してくれてんでしょ。あれ治癒してる。治癒してる、怪我したところでやってて。だからほら、あったかーいってなるのかな。ET の手だけ欲しいな。あれでしょ、あのさアバターの尻尾からサワサワ出るやつでしょ。あれみたいな超怖いよね。怖いアバターも怖かったな、うん、なんかねえ、アバター怖かった。なんか宇宙人もので、うん、これ見たら宇宙人好きになれるよっていう映画ない？もう、もうモンスターズインク。あれ宇宙人だっけ？あれ違う、あれモンスターだよ、ね、か宇宙人じゃないよね。あ、そっか、エイリアンじゃない。あ、そうなの。あ、スティッチエイリアンだ。でもスティッチ、でもあいつ性格悪いじゃん。ねえねえお花になる全然可愛くない、あいつ。 MIB MIB、 あー、荒川か。あれ最後まで見てないから。あれ荒川にも宇宙人が出てくるの？ニノさん、ニノさん、え、あれ本当に宇宙人なの？言ってるだけじゃないの？痛い子じゃないの？え、あー、ニャルコ、うんうん、そっか、邪神だ。なんかじゃあ宇宙人が出てくるので、うん、これはおすすめという映画募集中です。募集中です、番組を上げて。そういうんじゃなくてさ、もうそのフォルムが宇宙人のやつだよ。フォルムが宇宙人、うん、こううにょんってしてる。 それかグレー型か。そう、フォルムが宇宙人のやつがいいな。うん、スタンダードのやつがいい。そうで、次のコーナーなんだ。そう最近萌えな宇宙人が多いからね。萌えじゃなくて、こう、うん、気持ち悪いんだけど、こいつだけは好きになれるぜっていう。スターウォーズ。あー、スターウォーズってどれが宇宙人？うん、レイヤ姫とかみんな。え、1人出てくるさ、あのかっこいいおじさんも？全員宇宙人。みんな宇宙人っちゃ宇宙人だね。マジか、あのロン毛のおじさんすげー好きだったんだけどあれ誰だっけ？最 1に 1？ 1じゃないのか、3回エピソード3。スリー、もうなんかさ、この長い毛のおっさん、わかるでしょ？あいつかっこいいよな。みんなそれの名前募集中です。出てこない。はい、じゃあ、はい、次のコーナーに行く前に CM です。
お前500億の賄賂をもらっただろ。すごいね。ほらそのお金をもらって日本の国民を裏切ってどんな気持ち。このタヌキ野郎。でもこれすごい訴訟問題に起こりそうですけど。いいよ、だって訴訟の覚悟の上で言ってるの、あの野郎。みどり&あきらにこれ聞きたい。イエーイ、このタヌキ野郎。できた。そう、はい、CM 中何してるんですかって書いてあったんだけど、こういうことの打ち合わせをしてます。はい、今日はですね、妄想ロードがないので、会場の皆さんから事前にアンケート、質問をしていただいたのに答えていこうかなと思うわけですけれども、シャッフル、シャッフル、シャッフル、あ、質問見て決めるじゃないんだ。シャッフルして決めよう。大丈夫だよね、みんないい子だもん、変なこと書かないよね。いや、Here we go。 まだそのノリ引きずってんの。はい、二人に聞いてみたいことを書いてください。野望って何ですか。お名前、ニセ高校生2号。ニセ？どっち？お前か。はい、野望って何ですか。海賊王に俺はなる。へえ、取られた。ほかげになる、ほかげになるがまだ残ってるよ。ほかげに俺はなる。よし。だってばよはつけないよ。あーあー、ちょっと待って、じゃあ違うのにする。次いくよ。はい、次。はい、次。じゃんじゃん答えてこ、じゃんじゃん答えてこ。なるべく一回答えよ。どうしたら質問が思い浮かびますか。音符。はい、音符立ってなさい。はい、次。よし。理想の顔は各芸能人など、1日だけ変われたら何をしたいこと。い、あ、私理想の顔、大政彩ちゃん。誰？なんか栗山千明系のシャキッてした顔。あ、でも栗山千明にもなりたい。シャキッとした顔になりたいってことね。うん、なんかクールビューティーになりたい。あきらちゃんでもいい。いや、俺はピーチンの顔になって、うん、めっちゃ水着とかでシャメ撮っとく。自撮りめっちゃしとく。やだー、本当にね、変わりたいわ。もうね、びっくりするよ。何がスタイルが悪くて。いいの、本当におっぱいなの知ってるから、うん、大丈夫。はい、次行こう。はいはいはい、さっさ行こう、さっさ行こう。まだいっぱいあるからね。聞いてみたいというかお願いなのですが、みどりくんと女装あきらさんで番組やってもらえますか。いりまこ。断る。だが断る。はい、よし、次。え、なんかやんなかったっけ一回。え、やんなかったっけ。あれだよ、前の。あ、前のあれだ。そうそうそう、あと驚く。そう、姫だ、そうそうそう、そうせ。え、学生時代の一番の思い出はあやちゃん。あやちゃん、うん、あやちゃん、うん。ごめんね、おばちゃんたちみんな学生時代が遠すぎてさ。
過去のことすぎて。そうなんだよね。振り返るまでにちょっと時間がないと振り返れないよね。うん、後回し。ほりゅうほりゅう。あ、やべ、水ついちゃった。はい。みどりちゃんとあきらさんが入れ替わったら何をしたいですか？村次郎。え、村次郎連盟？連盟？手抜きだな、多い。手抜きだな、多い。いや、だから、シャメ取るって。あー、私はね、とりあえず片っ端からナンパをしてみる。ナンパしてみたい。すりゃいいじゃん。え、これじゃつまんないじゃん。断層してすりゃいいじゃん。え、声高いからバレちゃうじゃん。じゃあ今度2人で断層してどっか街行って逆ナンしよう、うんうん、逆ナン。ナンパか普通その時は男子なんだもん、うん、よし、してみよう。で、それをムービーで追っかけて妄想ロードになるぞ相手にモザイクかけてね。みんなで紙で喋ればいいからこれ今声出ないエリザベス的立ち位置バレるよ。はい、どうする、バレなかったら。あ、ちょっとへこむでしょ。ちょっとへこむ名前を変えるとしたら何にしたいですか？アレルギーでくしゃみが止まらないのですが、アレルギーの生活を楽しむ方法があれば教えてください。まおちゃん。まおちゃん、うんうん、なんだってあ、なんだっけ。名前を変えるとしたら、イサムとかがいいな。じゃあ私、ケンシン。はい、次、はい、アレルギーでくしゃみが止まらないのですが、うん、アレルギーな生活を楽しもう楽しむ方法。私、でも書いたよ、ブログに。アレルギーを楽しむ方法、くしゃみの時に、ね、カバッツァーっていう。わかんねえな。なんかパ行、破裂音を言うとすごい気持ちいいよ。あれ、とりあえずくしゃみは喉を痛めないようにすっから、うん、変な感じになるよ。チンってなる。いや、拍手とけみたいな。結構引く喉をかけないように。ああ、なるほどね。変な感じになるからさ、うん、あんま人前でくしゃみしたくないんだよね。ああ、あんましないかも、確かに。でも俺、趣味くしゃみだから。へえ趣味なの。地味でしょ、すっごい地味なんだけど、うん、こう、小指作ってめっちゃくしゃみするめっちゃ好きやの。え、わざと出すの？そう、それでよく鼻血出してる。気持ちいいんだ、くしゃみ。気持ち悪い。くしゃみ気持ちいい。全然楽しんでない。あ、楽しんでるの。楽しい。それが趣味なんだからしょうがないです。あ、そっか。じゃあ、くしゃみ出せていいなってこと、うん、その質問には。そうだ、ね、らしいよ。いいね。はい、世界、あ、世の中で女が自分一人であと男しかいなかったら未来をどう作っていく？これからの日本。おー、ニセ高校生1号、いくら。じーじー世の中が自分一人であと男しかいなかったらどう未来を作っていく。性転換から。馴染んじゃうの、その中に。うん、自分だけ女なんてとっても有利な状況なのに。あと男しかいないんでしょ。だってあれでしょ、女王蜂になれるってことでしょ。アリの女王でしょ。やだ、性転換させるか自分がする。なんで得じゃん、お得じゃんね。めでるものが何もない世の中ってことでしょそれはもう宦官みたいのを作ればいいんだよ。宦官、うん、中国の習わなかった歴史で。あ、そうそう、ちょん切っちゃって女っぽくさせちゃって絶対そう裏切らないみたいな、なんかよくわかんないけど。あ、それは帝が男だからな。こんな世界グロテスクすぎて考えたくもないわ鼻のない世の中なんて暗いね。そうか。でもさ、自分が女だったらまだ希望があるんだよ、産み落とすっていう。だってこれが男の世界に、うん、で誰が男だろうって感じになってこない？マジ？そっか、あれメスどれだっけ？メス見失ったみたいな。馴染んじゃって。そっかそっか。でこれ見よがしにこうペローンって出して歩いてる。ちょっぱい出して歩く。私気づかれない。何でも分かんないみたいな。
やだわ。ちょっとあの小太りの人みたいな。あっちの方が胸あるぞ。あれが女かみたいな。まあ顔はまああれだかっておっぱいはあっちの方があるなって。悲しすぎるよそんな。うん、あ時間ね。まだいける。うん、まだいける。もうちょっと行こう。はい、はい。愛しい人は誰ですか。ブンブン。はいはい、あきらちゃん、はい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 、言うて。あ、だってめいっ子だわ。何愛しい人。ちょっと最近あきらちゃんに会ってなかったからキュンって順位が。分かった、頑張る。俺は会えない間に愛しさをこう、こうね、あ、蓄積させるタイプ。そう、めっちゃ会いたかったもん。ほんと。でも今日の会った時の素っ気なさにちょっと飛んでた。でも荷物が重くて。はい、そんなお二人は付き合い始めてどのぐらいですか。3年ぐらい。3年かな。3年かね。3年ぐらいかな。うん、多分そういう意味。ね、ね、まあ正式に付き始めたら2年ぐらいかな。そうね、まあ今倦怠期みたいなね。ミドチンが勝手に倦怠期なんだ。そういうの拗ねるわ。まあまあほら楽屋ではあれだから、ほらそうだよ、ツンデレだから。そうそうそう。次行こう。2人の思い出で一番濃く残っていることは何ですか。メイカちゃん。え、せーので言う。これで違ったらあれだね。でもな、なんだろう、どれだろう。オッケー、オッケー、せーの、アイドルのダブル王子。お風呂行ったじゃん。うん、行ったけど、そんなに見てなくない。チラチラ見てちゃう。私は普通に見て、わーわーって言ってたけどね。俺はちょっとカッコつけながら風呂に入ってこう。むっつりだ。むっつりしてましたけど。そっか、私バイブルのダブル王子で表紙やった撮影だと思ってた。ああ、なんとなく懐かしいけど。あ、それはあれだ、あのなんかの取材で一番記憶に残ってる2人の撮影なんですかって言って、それって言ったんだ。仕事じゃん、だってあれ。あー、プライベートのこと言うの忘れた。大阪も楽しかったな、でも。そうだね。おばちゃんがすごいうるさいマッサージのさ。そうそうそう。一緒の部屋にね、泊まったんだよ。大阪でね。うん。おばちゃんめっちゃうるさかったよ。うるさかったね、寝れなかったね。マッサージ。部屋に呼んでるんだけど。ずーっと喋ってたよね。そう。ヒカルの定理かなんかテレビでやっててさ、ずーっとマッサージしながら笑ってるしさ。なんか普通だったらね、されながらこっちはクーって寝ちゃうんだけどね、寝れなかったね。うん、次行こう。はい、あと4つだから答えちゃおうぜ。妄想曲でツアーを開くならどんなツアーにしますか。マミタス。ツアー、うん、妄想ツアーでしょ。どういうこと。もうみんなでここで集まってハワイ行ってさ。ここで、ここで妄想ツアーで。そっか、そうそうそう。で、みんな行った気になるものを持ち寄る、うん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 、ちゃんとココナッツとか。あーよくない、買った買ったって言う。なるほど、じゃあ妄想ツアー夏にやります。夏に結婚しよう。あの、違う、夏休み終わった後妄想ツアー。悲しいね。みんなが言って、あーってみんなが同調する。そうだね、 誰か親決めてさ、回してもらどこでも行けるよ、ね、宇宙とかも行けるからね。そうだよ、妄想ツアーやりましょう。やりましょう。じゃあ行きます。はい、2人に聞いてみたいことを書いて、こっちが、男装メイクのポイントは何ですか。みどりちゃん、なんでそんなにお習字が上手なんですか。ちひろちゃん、うーん、男装メイクのポイントはない。ないない。訓練あるのみ。そうだね、鼻を高くすればいいんじゃないかな。あー、シェーディングとかでね。ここで、うん、こことも、ここの輪郭なんだよね。
だと思います、うん、私メイク変えてないしね、ダンスの時。うん、じゃあ、あ、やば、あの本が嘘になっちゃう。あれはナミッキーのやるダンスメイクだから、私自身でやるときはそんな変えてない。じゃあみどりちゃん、なんでそんなにお習字が上手なんですか？ね、多分幼稚園ぐらいから硬筆はやってて、だから多分長さやってた長さ、ベテランだからね。そう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 、中心線守ってれば大丈夫。みどりちゃん、うん、可愛くなれる方法を教えてください。化粧。決めポーズを教えてください。よし。ゆなちゃんでした。はい、あと2枚だよ。うん、生まれ変わったら男と女どちらになりたいですか？男。いや、それが可愛い女の子。次、アニメの世界に入れるなら何のアニメがいいですか？タイトルと理由をお願いします。あーにゃーあーにゃあーにゃ、めっちゃ書いてあるなめこ。本当だ。ね、ローゼンメイデンの世界に入って、うん、とあの主人公の冴えない男になりたい。なんか使われたい、あのちっこいさ人形たちにこうお茶って。意外と使われたいんだよ。うん、かわいい人形にならね、人間は嫌だけど人形ならいいんだ。うん、はいはいって。なんだな。はい、アキラちゃん言わないの？あれ？うん、マクロスフロンティアの世界に入ってアルトからシリルを奪う。シリルを奪う。あ、シリルを奪うのか。シリルと付き合いたいよ。可愛いわシリルね。シリルになって歌い上げたいとかじゃなくて。シェリルと付き合いたい。なるほど。ああいうわがままお姫様に振り回されたい。あれ、二人とも M 気質。意外とね。意外とね。実世界で S な分、うん、アニメ界では M 気質。そうね、そう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 。でも多分すぐね、嫌になると思うけどね。使われるの。3日ぐらいで嫌になる、うん。自分でしろってなると思う。学生時代の思い出なんか思いついた。はぁ、すっかり忘れ、あ、私、その時からなんか、仕切るの好きで、その時からって今何も仕切ってないけど、ね、プロデュースをするのが好きで、タピオカ屋を、タピオカジュース屋プロデュースして、でオリジナルメニューとかも考えてタピオカデザート作って、文化祭にしては珍しく大幅な黒字を出した。商売上手なんだね。そうそう、でも全然このね仕事ではそういう才を使ってないって言われるから。お茶会とかいいんですか、あんなに赤字出てて。そうだね、うん、確かにそうかも。その才をもう一回呼び起こそうね。呼び起こそう、なんかやって儲けよ。そうだね、家建てよ。マイホーム建てよ。よしよし、はいはい。ということで次のコーナーは妄想アトリエです。はい、3分で書くよ。三、はあ、本当だ。一瞬で書き上げよう。一瞬、今日じゃあ時間かかるから。はい、ということで妄想あたりでですけれども、毎回ねお題に沿った絵を描いていくというものでございますけれども、今日のお題はなんだ。ジューンブライド。またややこしいね。大丈夫。ジューンブライドというお題に沿って何かを描いていくという。ミドちゃん、こっちでいいの？うん？あ、そっちでいい。墨で描く。今日だってペンなくない？あ、これか。もういっそボールペンで描くときもあるよね。あ、ボールペンね。早いね、それ。でもまあ一応これでね、筆っていうのにこだわってきたから。そうだね。俺絵の具っていうのから早々に手を引いたけどね。手が汚れるっていう理由で。あれ、じゃあキラちゃんも筆でいく？うん、筆ちょうだい。どっちがいい？さばけてんのと。好きなのでいいよ。うん、じゃあこっちにする。オッケー、これもいいや。よし、ジューンブライト、結婚式ですね。うん、あ、もう思いついた。なんかもう縁がなさすぎて何も思いつかないんだけど。何、連想かな。みんな結婚とかしたい？なん
かそれすっ飛ばして子供が欲しいんだよね。そういう感じ？よく話すじゃん。うん、そうだね、うん、でも俺はね、うん、ムーミン一家みたいな幸せな家庭を築きたいよ。あー、パパが意外となんかね、気分屋っていうね。うん、ママめっちゃいいやつじゃん。ねえ、でもポジション的に自分がママになるのか。めんどくさいじゃん。俺パパポジションで入りたいんだけどね。急に思いついて家の外でさ、木の上で暮らしちゃったりさ。パパ自由だから、それを支えるママっていうね。大変だよね。大変だよ、絶対嫌だよそんなポジション。自分の方がフリーダムでいたいの。フリーダムを許してくれる人と結婚しない限りはうまくいかないよね。え、待って、3分で書けって言った？そう、今日は時間がないんだよ。質問を全部答えようとしたのがいけなかったね。そうだね。でもせっかくだから全部答えた方がいいじゃん、うん、あんまりやらないコーナーだしさ。うん、花嫁って王冠かぶってる、ティアラ、ティアラと王冠って何が違うの？ティアラ華奢なやつじゃん。あれかぶってない。でけた。待って待って、バカにすんなよお前ら。あれ何ってこそこそ話すごく傷つく。私分かったもんね。いいよ、一瞬ナスかなとも思ったんでしょ。思ったんでしょ。俺もちょっと書きながらナスかなって思いながら書いてたから、その気持ち分かるよ。じゃあ俺から見せちゃおうかな、ミドチン書いてるから。じゃーん、ナス？ナスじゃない。さっきまでムーミンの話したでしょ。うん、それがなかったら絶対分かんないよね。こういうのと結婚したい。えっと、バケモンだよそれ。失礼。いや、ムーミンは妖精だよ、これバケモンだよ。じゃあ私、最近のなめこシーズンなんちゃらで出たナンバーなんとか花嫁なめこ。そんなのいるの？いるの、私もう出したの、レアなめこ。かわいいね。なんだっけ、ナンバーなんだっけ、ナンバー49、ブライダルなめこ。あ、ブライダルなめこだ。じゃあこれはもう花嫁なめこって名前で。新しいキャラだ。はい、できた。なるほど、はい、はい、OK、ということでアトリエコーナー終わりです。ここで CM です。はい、早い。でエンディングの時間となりました。みどりちゃん感想はいかがですか？え、なんで急にカッコつけたの？なんで？いや、そろそろカッコつけたのかな。そっかそっか。今日は、妄想ロードがなかったんですけど、なんだろう、楽しかったね。そうだね、たまにはこうダラダラね、何かで声を張って笑った。なんだっけ、あきらちゃんのすごいバカな答えでもうハッ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 って笑ったのが印象的でした。そんなに変なこと言ってないと思うけど、うん、私普段全然声張らないのにすごい張ってた笑い声だけ。そう、それで今この辺来るし。はい、今日は疲れました。今日疲れた、うん、まあね、あの映像がない分さ、ここでめっちゃ喋るからね。そうだね、たまにはいいよね、こういう質問コーナーもね。うん、すごい速さで終わってったけどね。見て見て。
なんか出てる出てる。これこれ。次回の予定は、あ、次回の公開予定は、次回公開の予定は7月20日金曜日夜8時から。観覧希望の方は番組ホームページからチケットをご購入ください。うん、はい、そう、さっき決まったからね。そうなの、そう、さっき決まった。でも今日もね、いっぱい来てくださってうん、ありがとうございました。そうですね、はい、見て燃え袖かわいい。これがさ、もうちょっと、あ、中が惜しいねは、中が惜しい、はいあ、うん、一回さ、制服でやってよ。やってよ、うん、一緒にじゃなくて勝手に勝手に今日は勝手に制服でやって。そんな私、ね、一人で飛ばしてんの。今日制服で来ちゃいましたってなんか今日のその髪型とすごい制服可愛いよね、うん、このワイシャツの感じ。燃えるよね。もうそんな年じゃないよ。うるさいな、可愛いからいいじゃん俺がセーラー服着るよりマシだと思うよ。まあそれはうん、認めざるを得ないフォローしろ、フォローフォローしてください、はい、あ、なんだっけ、なんか告知ありますか。次いつだっけ、20日だよね、うん、20日までに何か告知ある。あ、15日無料ライブ千葉です。です。私は違う、私なんか特にないかな。16日お茶会でも、もうデビューのお茶会はチケットが売り切れてしまったそうです。恐ろしいね。恐ろしいね、たっけチケットあー、ムック本が出ました、ベイビーの。それに載ってます。なんかこの辺変な田舎っぺチークして出てます。出してくんなかったよね。ロリータ来たかったなめっちゃ来たかったな、ロリータ拒否来たかったよ。あ、全然いいですよっていつもさ言ってくれる割には絶対使ってくんないよねベイビーの人たち。なんでだろうね。ぜひ使って、うん、ください。ください。ください。私特に、あ、フランスのベイビーのお茶会に行きます。自慢？それただの自慢？なんかもしフランスの子が見てたら、もう見てないと思うけど、一応言っとこうと思って。いい、誰かあのほらフランスの友達がいたらコミュニティの子とかに言ってあげ、行くらしいよって。みどち行くらしいよ。うん。はい、以上です。OK、うん、はい、ということでこの後は会場の方とアフタートークで楽しみたいと思います。それでは皆さん次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。